陽の聖なる光よ、横島なる者を退けよ、アリエス・スターライト。ありがとう。奴が海に潜るぞ。船長、大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。そういえば、あの女の子は？攻撃された衝撃で吹き飛ばされたようだったが。あそこだ、助けるぞ、ユリ。はい。大丈夫か？ヒドラは？逃げたみたいだ。また海の中に潜っ…そう。大丈夫？お母さん、私は…そう、よかった。イドラは逃げたわ。どうやら半島の先の港町に向かっているようね。ダンカン、あの港町は？シェルタンだ。1万人ほどの住民が暮らしている。イドラに襲われたらえらいことになるぞ。イドラは我が白妖騎士団の名にかけて。ダンカン、損傷した船では追いつけないわ。船を岸に寄せて。ああ、わかった。時を遡ること1200年前、降臨したかの時、天界より聖帝が箱舟にて甘く、そして長い長い時が流れ、英雄たちはまだその運命を知らない。アンナ様、船の接岸完了しました。ご苦労様、サーシャ。では急ぎイドラを…ダンカン、船に乗せてくれてありがとう。何、修理すればどうということはない。あのケイトスをどうやって倒すんですか？ダンカン、この子は…ああ、そうだ。俺があの時引き取った子だ。私たちは白妖騎士団。イドラ討伐を生業とする方、私たちがどうやってイドラを倒すか。はい。そう、それじゃあこうしましょう。イドラを倒す方法が知りたいのなら、私たちと一緒に戦え。え？せっかくのお言葉ですが、船を降りるわけにはいきません。ユリ、船のことは気にするな。どうせ船体がいたんで、すぐには。これも運命の巡り合わせだろう。わかりました。では船を修理する間、ユリに船のイドラを絶対に倒してきてね。わかったよ、ラナ。話はついたようね。はい。あなた、僕はユリシスです。みんなからは…よろしく、ユリ。私のことは…あ、ステラ、あなたこの子に助けてもらったんでしょ？はい、助けていただいてありがとうございました。我が白妖騎士団を滑る当主様よ。そういえばステラ…あ、仮面がない。サーシャ、私の仮面を。船内をくまなく探しましたが、どうやら。そんなしばらくは仮面なしで行くし。それでは白妖騎士団出撃。Thank you.
調べはフォルテッシモ。はあ、終了です。お疲れ様でした。成長したみたいです。ユリ、なかなかの剣の腕前ね。行く手に正体不明の部隊が現れ、正体不明の部は掲げている騎士から判断するに、お母さん、ステラ、今の騎士団の当主はあなたよ。はい、ケイトスの追撃は遅れてしまっては、今は一刻を争う時よろ帝国軍、何するものぞ。私の務め。さあ、召し上がれ。ありがとうございます。それ、そこだ。えい、いや。力が満ちる。それ。勝てました。なりました。お待ちを。白妖騎士団当主ステラマリー殿と先代当主、知らぬこととはいえ我が配下の者たちが戦闘に及びました無礼をお許しく。あなたは確か聖刀レオリア帝国皇帝ジークムンドが治女、この辺りを巡回しておりましたところ、イドラ出現の報を受け駆けつけ。そうでしたか。私たちもイドラを追撃しているところでした。イドラを捨ておけば甚大な被害が。どうか我々の部隊もただでとは申しませぬ。はっ、どうぞ。これはこれはご帰宅なこと。
イドラを討伐するには少しでも戦力そのはっ、ありがたき幸せ。このルーンにかけてローザリンで。前方の波打ち際で魔物に襲われている人だ。 あんたたち助けに来てくれたのか。魔物どもに船を沈められてようやく岸に、今度は別の魔物が襲ってきやがった。頼む。イドラに触発されて魔物たちの気が立っているようね。見捨てるわけにもいかないわ。助けましょう。私が盾となる。それ行きます。えい、いやさせるか。激しくせ。頑張ります。お父さん、お母さん、僕に力を貸して。いざ参る。決めるとしようか。それ調べはフォルテッシモ。帝国の威信を今ここに。どうだ。ああ頑張ります。お助けします。ありがとうございます。行きます。せっ。お父さん、お母さん、僕に力を貸して。勝利の栄光は我らの手に。強烈至極です。